ですかって、むちゃくちゃ言うんですから、ね、だからこれは単に数字を出す、出すだけでやってたらダメですよね。どこの災難だっていう感情のようなことを書きながらやるってよくわかる。これだから一生懸命僕の場合はこれやってるんですよ。感情のようなことをめんどくさくてもいいんですよ。そうするとよくわかってくる。最初は違うかりません、ね、違うかかってできるんだろうからね。そうやってやってくださいね。はい、ということでね、話題の話は終わったのでね、あと一旦ちょっと10分休憩としてね、10分休憩後にこれ埋めてもらいます。ちょっとね、はい、じゃあお願いします。ありがとうございました。